僕は人間って結構究極的にメンタルな生き物だと思ってるんで。皆さんこんにちは、TikToker のレミたんです。今日はよろしくお願いします。おおすいません、ハンドボールやっております土井レミ兄です。よろしくお願いします。正直自分でもなんか自己紹介するときもうどっちなのかよく分かんなくなっちゃってるんで、まあ、迷子というか今日はでもまあハンドボーラーの方でやらせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。それはもう兄弟の影響で、僕は最初サッカーやりたかったんですけど、兄弟がハンドボール始めて、で彼らのこの練習をこう見学しに行った時に、見てないで一緒にやりなよってこう誘ってくれて、で、まあ、一緒にハンドボールやってみたところもうドハマりしてしまって、もうサッカーやらないハンドボールやるっていう感じでハンドボール始めました。はい、でも今パッと出てきたのは初めての世界選手権でしたね。はい、で初めての世界選手権はまあ、僕フランスと日本のハーフでフランスで生まれてるんですけど、フランス大会だったんです。でそれが初めての大会で世界との戦いで、まあ、それがすごく印象に残ってますね。でフランスとも試合したんですよ。でその時に両方の国歌流れるんですよ。もう何とも言えないすごい味わったことのない変な気分でしたね。はい、でもまあまずここに立てて、で日本代表として、このコートに立ててすごく誇らしいなっていうのがすごく強かったですね。はい、クリスチアーノ・ロナウドとかですかね。彼のその姿勢、100% 常に試合に臨むための準備だったり姿勢とかで、自分にはできないこともたくさんあるんで、やっぱりすごいなっていう、参考にさせてもらってるっていうか、やっぱりそのすごいなっていう尊敬の方が強いで、常になんかそのどれだけものすごい、数の人に注目されてるわけじゃないですか。ハンドボールとはもうまた何百倍も違った環境でやってるんですけど、それでも常に自分がいい試合しようが悪い試合だっただったとしても、なんか常にその王者として存在してるみたいな、なんかそのメンタルの強さとかはやっぱりなんかすごいなって思いますね。は僕は瞑想してます。はい、まあ、これはフランスでやってた時にその瞑想メディテーションに出会って、でちょっとやってみようかなっていうところから始まったんですけど、やっぱり今はもう本当に毎日のようにやってますし、なんか寝る前だったりとかで、試合中でもなんならちょっとやってる時もあって、なんかその大事なところでの高パフォーマンスっていうのは、大体試合の終盤とかに来るじゃないですか。でここパス来たらもうここでシュート俺のチャンス決めなきゃなっていう、なんか本当に勝ったらこれ今これ決めたら勝ちだよねっていうタイミングとかで、大体自分にパス回ってきたりするんですよ。そういう時に心の準備できてなかったら絶対に外すんですよ。そういう、僕は人間って結構究極的にメンタルな生き物だと思ってるんで、そのメンタルの状態をもう整えておかないといけないなっていうふうに感じた時に、もうそのコーナーで僕はボールを待ちながら、もう瞑想、目はつぶってないですけど、もう呼吸だけに意識を傾けて頭を空っぽにして、もう体にあと任せて行ってきなさいみたいな、そんな状態にメンタル作ってますね。そのリーダー像って別にこれが正解だよねっていうのは僕はないと思うんですよね。チームが違えばもう本当にその所属してるメンバーもみんなバラバラで全然個性が違うわけで、だからこれがリーダーだよね、キャプテンだよねっていうのは僕はないと思うんですよ。ただ僕の中で大事にしてるものっていうのがあって、みんなの先頭に立ってこうみんなを引っ張るのではなくて、なんかこう一隻のボートにみんなで乗ってて、でそれの一番後ろにいるんですよね、僕は。でボートってやっぱりみんな同じペースでこう漕いでるのが一番早く進むんですよね。でもそれをなんかちょっと調子が崩れてて成績が伸び悩んでるやつがいると、そのタイミングがずれてるんですよね。それを一番後ろに立っていち早く気づいてあげて、で最近どうしたの、なんか気持ち的に問題抱えてるのみたいなのをこう心のケアをしてあげて、で同じペースでまた焦げるようにでまたみんなで進んでいくっていうのが僕のリーダー像なんで、個人的にこう常にみんなを観察してて、あ最近あの子ちょっとあれだなとか、試合直前もあちょっとなんかあいつ緊張してんなっていうのに話しかけに行ってメンタルを整えてあげるっていうのをすごく心がけてます。あーなんだろう、でもやっぱり、最後の試合で勝てたっていうところが一番ですかね。でそれがヨーロッパ相手で、まあもともとハンドボールは33年ぶりで開催国枠の出場だったんですけど、まあ言ったらもう完全にチャレンジャーの状態で、でヨーロッパ勢とかにはもう、勝ったことあるのかな、昔多分もう数十年前に勝ったことあるかちょっと分かんないですけど、もうずっと勝ててなくて、そのヨーロッパ勢にもうオリンピックという舞台で勝てて、まあ、一応快挙っていう結果を成し遂げられたので、まあ、目標には届かなかったんですけど、その1勝は本当にすごい価値のあるもので、僕の中では一番の思い出になりましたね。はい、常にその感謝の気持ちを忘れないっていうのは僕の中で大きいですね。まあ、実際にコロナになって世の中がコロナが流行って、でまず最初にそのスポーツとかイベント系が全部中止になったんですよね。でその時にやっぱり一番最初にこう排除された立場からすると、やっぱりスポーツの価値っていうふうにちょっと疑問に思ったこととかもあったんですよ。でも最終的にまあちょっと、強引なところがあったかもしれないですけど、東京五輪は開催されて、でそれに対してやっぱりたくさんの人がやっぱり尽力くださって、で結果的にいろんな人に見てもらえて、でもそれって全部自分一人では何もできなかったですし、みんながいてくれたからこそですし、だからなんかそういう感謝の気持ちっていうのはなんか常に持ち続けていたいなっていう感じですね。でなんかサポートしてくださってる人も本当にたくさんいて、とんでもない数のメッセージとかいただいたんですよね。だからやっぱりもう応援してくださる皆さんのなんか存在っていうのはすごく貴重なものなんだなっていう、もうすごく力持ったんで、ベースとしてでこれって TikTok も同じで、フォローしてくださってる皆さんを毎日感謝の気持ちを持ってこう楽しませてあげる、それの気持ちを忘れたくないなっていう、だから感謝が一番大きいですね、僕の中で。はい、まあもちろんそのニューエラさんの存在っていうのは常に知ってたんですよね、ちっちゃい頃から周りでかぶってる子もいましたし、ただ実際に僕自分がキャップ似合うかどうかっていうところにずっと疑問を持ってて、でフランスに僕は2012年に渡ったんですけど、ハンドボール越しに。でまあその時に、チームメイトから、キャップ大好きなチームメイトがいて、でお前かぶれよって無理やりなんか買わされたやつがあって、で、まあ、それはニューエラではなかったんですけど、キャップをかぶり始めたのが、まあ、だから、7年ぐらい前なんですよね。で初めてニューエラさんと出会ったのが誕生日プレゼントだったんですよ。はい、でまた別のチームメイトなんですけどが誕生日プレゼントでたまたまキャップニューエラさんのキャップくれたんですよ。でそこからすごい好きになって、でまあただフランスにいる時はあんまり、買う機会もなかったんで日本に帰ってきて、で直接なんかこうチームの方で、お願いする機会があって、でこういう出会いがあってっていう流れなんですけど。そこからずっと欲しいなって僕は思ってて、で初めての出会いはその誕生日プレゼントだったんですよ。はい、はい、すごくだから彼にはすごく感謝します。今実はこれはまあ多分今シーズンのモデルですよね。もう新しいモデルでなんでそんなもうなんか入手したばっかりなのに思い出があるのかっていうと、実は夏に、チームでバーベキューしたんですね。でまあ天気も良くて、でこれがぴったりだったんでバーベキューっぽいなと思って僕は普通にこう選んで、行ったんですね。でその時に、僕嫁がいるんですけど、嫁が「あんたバーベキューソースめっちゃついてるよ」っていきなり言ってきたんですよ。あれ頭にバーベキューソースつくことあるかなって疑いながら、もう子供たちがたくさんいたんで、なんかピッて飛んじゃったのかなとか、あとなんか最悪なんか上の建物工事中のところからなんか液体垂れてきたんかなっていうのを勝手に想像してて、僕嫁にめっちゃ怒られたんですよ。なんかあんたさもっとしっかりしなさいよ大人なんだからみたいな感じでめっちゃ怒られて、で家帰ったら漂白剤でめっちゃこうこすられてるんですよ、嫁に。一生懸命嫁を落とそうとしてて、でも蓋開けてみたらネットでちゃんと調べたらデザインだったっていう俺気づかなくて、だから多分本当に皆さんこれ持ってる人より色結構薄くなっちゃってるんですよ、はい、だからそういう意味で、まあ、思い入れがあるキャップになっちゃったっていう。あー、なるほど。僕でも実は考えたことあるんですよ。なんか、自分でなんか将来、もうちょっと影響力のある人間だったらなんかいつかコラボとかもしてみたいなっていうのはなんか感覚的に昔からあって、で結構考えたりとかしてたんですけど、ストーリー性のあるキャップ欲しいなっていうのを思いついて、ここのなんか縁のところになんか何でもいいんですけど、なんか棒人間みたいなのがここからスタートして、でなんかこう冒険してって、何かそれを苦難を乗り越えて最後ハッピーになったよみたいな、なんかそういうストーリーをこう円でこう描いてっていう風なのを、なんかいろんなストーリーがあるキャップパターンを作って、なんかやったら面白いかなっていう、なんかそういうストーリー性のあるキャップってなんかあるかわかんないですけど、なんかそれ思いついたんで、なんかできたら面白いかなっていう。そうですそうです。でなんかこの棒人間の冒険みたいな、でそれを僕にしちゃってもいいですし、なんかそういう感じにやってみたいなっていうのは思いついて、はい、まだどんなストーリーにしようかとかそこは細かいことは決めてないんですけど、なんかそういうアイデアは思いつきました。普段これ今日持ってきちゃったんですけど、いっぱい普段かぶってる僕が好きなキャップのスタメンみたいな感じなんですけど、まあ、まずこちら、僕ワンピース大ファンなんですよ。もうドストライク でしかもこれニューエラをワンピース風にこうバットにも完全にワンピースなのにニューエラって書いてある。もう大好きですこれ普通にもう単純に大好きですこれは。もうこのコラボは神でしたね。もう一瞬で決めましたこれは、はい、でこれもう一つニューエラさんの僕がすごく好きなところなんですけど、いろんなアーティストさんとこう出会わせてくれるというか、なんか僕これはもうパッと見でこのデザインかわいいなと思って選んだんですけど、キース・ヘリングさん僕知らなかったんですよ最初。でもあ、こんなデザインする人がいるんだっていうのを教えてもらって、で僕そういうのを調べるんですよすぐ。あ、この人どういう歴史があってどういう思いがあってこういうの書いてるのかなっていうのを結構調べるんですけど、なんかそういう新しい出会いがなんかこうキャップを通してあるっていうのもすごく嬉しくて、で今これは別のブランドになってしまうんですけど、別のブランドでキース・ヘリングさんが例えば作った T シャツとかももう買っちゃうぐらい、はい。そういった出会いも与えてくれる。いろんな方とコラボとかもしてるんで、あ、これいいなと思った時に僕こう調べて、それが出会いになるみたいな、なんかそんな出会いがあるのも僕は好きですね。でこれはなんか、まあ、僕もともと結構ボタニカル系が結構好きだったりするんですけど、今日もリュック背負ってきたんですけど、これもセットっていうのがすごく好きで、キャップとリュックが同じ柄なんですよね。そういうのすごいおしゃれだなと思うんで、結構これリュック背負う時は毎回これチョイスして選んでるんで、でまあ今かぶってるこれが今僕の中で一番の推しなんですけどさっき言ったように最後になんか、キャップ合わせるんですけど、僕誕生日プレゼントにこう自分のこの靴これプレゼントしてもらったんですけど、もともと真っ白のやつをペイントしてくれて、嫁が。でちょっとこうペイントが垂れてるようなデザインなんですけど、もうこれはもう合わせて、これはもう履いてる時は大体これかぶってて、でまあ大体何でも何着てても合うし、すごくデザインも可愛いんで、僕今スプラッシュペイント系はもう今僕の中でトレンドですね。おのスプラッシュペイント系の、うわー、いいっすねこれ来年のスタメンですねうわー、でもなんかまたもう色合いが上手、この選び方もう好きですもん今持って帰っちゃうかないやでもやっぱ僕スプラッシュペイント好きですね。いやでもなんかやっぱりこれ何でも合わせやすいですし、でなんか目いっちゃうじゃないですか、あの人のキャップかわいいなみたいな、なんかそういう風に注目されるの結構好きなんで、これ来年も楽しみですね。これはもうお願いしようかなと思っちゃいます、はい、お願いします最高ですね。もうちょっと距離近いところから。わかります。